毎度西成浩二ですわ。ちょっと皆さんにお知らせがあります。西成浩二不採用電話ありました。人が落ち込んでる時に一生懸命ごそごそプロデューサー何やってんのかなぁ思ったら YouTube デビューしてます。よかったらね、西成浩二の説明欄にリンク先貼っときますんで、よかったらそっちの方も、西成浩二のプロデューサーですわ、兄ちゃんの嫁はんですわ、ええ話が、株式会社西成浩二専務取締役姫由美ですわ。あ、こっちの方もチャンネル登録みな頼ますわな。西成浩二の説明欄にリンク先貼っときますんで、よろしく頼ますわ。誰か仕事くれ。そんなことより誰か仕事くれ。やっててくれ。ネオさん、電話入れてええか。困ったもんや、ほんま。何やったんや、ここにバーンとかな。ユンボの写真まで貼らしてな。ほんま。やられた。いや、車の免許がないからどうしようもないんやて。もうせっかくやから、お前、もうちょっと喋ろうか。プロデューサーの宣伝ばっかりではアホくさいな。手書きで書かなあかんからな、その URL を。ほんま、失業保険ももう今月で終わりやし。最悪やの。まあ、めでたいのは孫が卒業したことぐらいやわ。レオ、G メール、ええ加減 G メール送ってこい。おじいちゃんのメールに。コウスケ、コウスケも、ええ加減送ってこい。弥生も、送ってこいってメール。ほんまに、送ってけへんかったら、ほんまに、バットマンと同じ扱いするぞ、しまい目に。くんくんに聞いて、お前、よくに聞いて、連絡先調べるぞ。コースか、お前一番調べやすいんやからな。よくに聞いたら一撃でわかるんやから、お前連絡先。ちゃんとチャンネル登録してるやろな。まあ、お前はしてるやろ、コースケな。まあ、おしたら、株式会社西成浩二、専務取締役、兼プロデューサー、姫由美、チャンネル登録もよろしく頼ますわ。ほんで、ついでに誰か仕事回して、大きに。西成浩二ですわ。また次の動画で会いましょうか。バイバイ。